こんにちは。私が主演の映画の初日は雨が降りまして、ありがとうございます。どうもありがとう。私も何日か前に天気予報を見たときに、雨だということに気づきまして、愕然としたわけです。どうですか、もう晴れてますでしょう。もう雨降ってなかったでしょう。なんだよ。はい、じゃあ動きをいただけますとありがたいです。映画を見ていただいたばかりということで、本当に今ね、素晴らしい映画で余韻に浸っているところ本当に申し訳ない。その余韻を台無しにする私のトークがこれから始まっていくわけでございます。どうぞ本日はトークも楽しく見て帰っていただければと。どうもありがとうございます。私ね、でもやっぱりちょっと辛かったなっていうのは、やっぱり首吊られるシーンは辛かったんですよね。スタントさんが来てらっしゃったんだから、こうね、ぐっと上がるところで本当はこう変わるはずが、監督のカットが遅くて吊られてしまったっていう。いいんですよ、普通のお芝居であればいいけども、ああいうやっぱり生死を分けるシーンはね、カットが遅れれば首吊られるわけだから。予定より少しだけ長くなってしまったのは、やはりこうモニター眺めてて、すごくやっぱりいい顔してるんですよね。まあ本当に首つられてますからね。いい顔するでしょう、そりゃ。僕、暴力夫なんですね。今もまた悪そうですね、今日も。ごめんなさい。今日もまた悪そうだ、この人。ほんと、あんだけのことして、一番最後できて、もう一回やり直させてくれとか、許せない。ほんと、なんかちょっとそれにほだされるんだよね。なんかちょっと、鉄のりには未練はありますけど、みたいな。俺長崎行かないって言い出すから慌てちゃってるよ、こっちは。バカ野郎っつってね。大泉さんがぜひとも稽古をしたいと言ってくださいまして、前日にセットをそのまま使わせていただいて稽古したんですけど、ね、稽古しましたよ、稽古しました。稽古したんですけど、はい、長すぎましたね。2時間ぐらいこの方稽古されるんですよ。まだやるって言うから本当に高いしてくれって言ったんですよ、私。この人こそおかしいんです。私はね、京都で監督に稽古してくださいって言われたから、じゃあドリさんねってお昼ご飯一緒に食べてからやりました。あの日夜に本番の予定だったんですよね、本当は。本当はね。本当は夜に本番の予定。だからお昼ご飯おいしいの京都で食べてからやりましょうって言ったら、いやあんたすごいねって、私はね夜に本番があるったらね、昼にねそんなご飯なんか食べられないから、いいわ私はって言うわけ。いやでもご飯食べましょうって、いい私そんなおいしいものがいらないからうどんでいいって言うわけ。いやせっかくだから解析でも食べましょう。いい私もうどんって言うから、仕方ないなと、うどんを食べて私稽古に行ったんですよ。で稽古を始めたら、なんかある程度つけたら、もういいわね、大体いいわね、これでいいわねとかって言うんだけど、私はもうちょっと固めたいんです、セリフも多いしね、いやもうちょっとやりましょうって、いや私もういいわよって、あんた稽古好きねってなって、チームナックスってそんな稽古好きなのってなって、 MP はもうやらないとかって、もう最終的にはもう稽古させてくれっていう喧嘩でしたもんね、あれ。おいジョージニョッ、おー、公開初日おめでとうございます。皆様どうぞ引き続きご声援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。